いや、これだから素人はちょっとごめんなさいね。はい、どいてどいて。え、ちょっと 何してんの。いや、素人はし。ご感想は。いやいやいや、これじゃ詰め込みすぎない。ちょ、あの、正直言って僕ね、君のこと、僕、あなたのこと嫌いだから。なんで先に言うのね。それでまるで僕が嫌われたから嫌いになったみたいになるじゃない。違うからね、僕のが先に嫌いになったんだよ。ありましたね、こら。あ、こ、何やってんの、こら、お前。バカ。お客様、お帰りだって。あ、何すんだよ、この野郎、おい。今日は英字新聞のシャツ着てないんですね。今君が来て数秒だけど、言いたいことがすでに3つある。それは何ですかって聞いてあげてください。それは何ですか。人のシャツの柄にいちいち興味を持たないのが正しい大人の振る舞いだと僕は思う。なるほど。挨拶ぐらいしたらどうだろうか。言ったってことにしておけばいいでしょう。なんで君の挨拶を僕の想像で埋めなきゃいけないの。挨拶は大事っていう人、挨拶って漢字で書けるのかな。いや、あのさ、あの、言うつもりなかったけど、この際言うの。300円ですか。返しますね。なんで分かったの。絶対気にしてるだろうなと思ってたんで。3、4、5。何。恋の6秒ルールです。6秒間見つめ合ったら、それはもう恋に落ちた証拠なんですって。まだ5秒だって。ギリセーフでしたね。僕昔吹奏楽部にいてさ。ヌンチャクですか。いや、ヌンチャクは楽器じゃないと思うよ。大福の粉ついてますよ。ついてない、大福食べてないからね。こういう客の話にしていいの。人に面白がってもらえるって嬉しいことじゃないですか。君ずいぶん適当なこと言うんだね。あの、心がない褒め言葉って特に悪口より人傷つけるよ。ねえ。え、なんで目そらすの。疲れた夫となんて目合わせたくないでしょ。君もだよ。君もね。心の目は合ってると思いますよ。あの、何もかも適当なんだね。入られちゃったよ。向こうで待ってればいいじゃないですか。いや、だってさ、入ってる人の立場になったら、トイレから出てきた途端、待ってる人が血気盛んな馬みたいになったら嫌じゃない。血気盛んな馬みたいに待たなきゃいいんじゃないですか。いや、だとしてもね、すれ違う瞬間、ああ、待たしちゃったかな、ああ、待たしちゃったかなって思わしちゃったかなってなるじゃない。そういう感情って長く生きてたらやり過ごしていけるものでしょう。長く生きててもやり過ごさない感情がよりたくさんあるのは君じゃない。やり過ごしてますよ。さっきからあなた、肉、タレにつけるときネギが全部落ちてるけど黙ってましたよ。君だってさっきからシンシンがシンシン食べてる状態だったけど言わないようにしてたよ。それ言ったら、あなただってさっき肩ロース、トイレ空きましたよ。僕たちには何にもできないのかな。あれ、家主誰だっけ。君こそ迷惑でしょ、こんな遅い時間に。僕は朝なんで。え、君は何、世界の中心なの。僕、世界の中心ですか。いや、考えなくても彼は世界の中心じゃないよ。自分中心でみんなが回ってると思わないでって。田中さん、僕中心で回ってたんですか。自分で歩いてます。分かってるよ。僕だって自分の目的地に向かって歩いてるよ。佐藤さん、向かうところあったんですか。当たり前でしょ、無目的でさまよってないよ。今だって初恋を探してたんだ。